この動画では、案内人のワンダーちゃんがこちらに向かって歩き続けますので、苦手な方はご注意ください。衝撃。金星人を妻に持った男、エイリアンからのメッセージが衝撃的すぎる。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。昔から日本の UFO や宇宙人好きの人たちにはジョージ・アダムスキーが有名ですね。彼が遭遇した UFO にはアダムスキー型なんて名前がつくほどです。しかし、あまり知られていないものも入れると、世の中には数えきれないほどの UFO コンタクティーが存在していると言われています。今回はそんな中でも珍しい事例である、ハワード・メンジャーという人物についてご紹介します。ハワード・メンジャー。ここ日本ではあまり、ハワード・メンジャーの名は知られていませんが、世界ではジョージ・アダムスキーに次ぐ UFO コンタクティーとして有名であり、ハワード・メンジャーが体験した内容は多くの人々から注目されています。ハワード・メンジャーはアメリカ、ニューヨーク州ブルックリン生まれ、すぐにニュージャージー州に引っ越しましたが、10歳の時点で UFO を目撃し、その後自宅付近の森で地球外の惑星からやってきた美女と遭遇したと言います。その美女は彼にこう言ったそうです。いずれ私たちの仲間と会うことになる。その後成人し、兵役中には不思議な異星人たちに助けられながら九死に一生を得たと語っています。時は過ぎ、1946年6月、広告に関連する仕事を営んでいたハワード・メンジャーの前に、地球外の惑星からやってきたエイリアンが姿を見せました。そう、以前に遭遇した美女が、彼の実家近くに着陸した UFO から男性二人を連れて現れたのです。そして美女は自身が金星からやってきたこと、年齢が500歳であることを告白すると、ハワード・メンジャーに、将来に備えてテレパシーの能力を応用することを学んでほしい、と伝え、再び去っていきました。それからは UFO コンタクティー、ハワード・メンジャー、としての人生がスタートすることになります。1956年にメンジャー氏は二人の異星人に導かれ、四人の地球人と共に月へ招待されたといいます。そのうちの一人は日本人の科学者だったそうです。その月へ降り立つのに、約10日間宇宙船の中で周波数などの調整処置を受けたそうです。4日間の観光の中で、惑星間の国際見本市のようなところへ行き、異星の科学技術を目の当たりにしたと感想を述べています。しかし、異星人たちは月社会や先端技術などを撮影することには許可しなかったそうです。1959年には自身の体験記、外宇宙からあなたへ、を表すと、それは瞬く間に大ヒット。マスメディアや各地の講演のオファーが増え、あっという間に有名人の仲間入りを果たしました。金星人の妻。ハワード・メンジャーで最も驚愕するエピソードは、妻が金星人だということ。ある日、ラジオに出演していた彼はスタジオの外に集まっていた群衆から、コニー、という女性を発見します。この出会いがきっかけとなり、ハワード・メンジャーは妻と別れ、コニーと結婚しました。実はこのコニーこそ、金星人の、あの美女だったのです。金星人として生きた前世から転生し、地球人となってメンジャーの前に現れたそうです。ちなみに、コニーによるとメンジャーも元金星人とのことです。世の中にはエイリアンの子供を妊娠した、あるいはエイリアンに性交を強要されたというケースはいくつか見られますが、ハワード・メンジャーのようにエイリアンと結婚したというケースは非常に珍しいそうです。やはりコニーとの出会いは運命的な何かがあったのでしょうか。ハワード・メンジャーは金星人、もしくはエイリアンたちからの指示で、フリーエネルギーモーターの開発に着手した人物としても知られています。残念ながら未完成に終わりましたが、設計図には未知のエネルギーを利用しているとしか考えられない記述もあり、未解明な部分があったそうです。晩年のハワード・メンジャーは金星人の妻、コニーとフロリダ州で余生を過ごしました。
彼がエイリアンたちと最後に会ったのは1958年。その時エイリアンは2012年にまた戻ってくると告げ去っていったそうです。しかしハワード・メンジャー自身は2009年2月に亡くなります。つまりエイリアンたちとの再会を果たすことなくこの世を去ってしまったのです。彼の語った体験のすべてが真実だったのかは謎のままです。そしてエノクの予言と同じく彼もエイリアンから非常にポジティブなメッセージを受け取っているのです。宇宙のマスター。4日間の月旅行の後、自宅近くのコンタクト場所にて宇宙のマスターと会ったメンジャー。円盤から降りてきたその人は目の前に浮遊して止まり、テレパシーで彼に語りかけてきました。真理とは未だかつて理論だったことも、人間が黙想して編み出した哲学であったことも、また人の心を探る知的洞察であったことも決してありません。青年よ、あなたは幻想にさまよう大衆の中にあっても、無限なる心の照らし出す光の道をしっかりと現実を見据えて歩んでいかねばなりません。あなた自身も本当の自己がこの次元世界に投影した幻に過ぎないのです。あなた方は自分たちのことを三次元的な存在と呼びますが、それは正確な表現ではありません。なぜならあなた方が実際に見たり聞いたり味わったり嗅いだり触れたりすることができるのは、それらが本当は四次元世界から投影された影であるからなのです。私たちの肉眼には真実は何も映っていません。それは単に映し出された次元の現実または結果であり、本質的な源泉から派生した二次的な性質のものなのです。しかしながらこのことを覚えておきなさい。心というものはいわゆる死というものの後でも思考することができるのです。そして死とは実際には存在しないものなのです。真理は決して変わることはありません。現象のみが形あるものとエネルギーと時間の中で変化していくのです。あなた方の四次元的な体は、あなたの無限の心霊が魂と心を通して自らを表現するための道具であり、あなた方の脳は心を変換させる道具として機能しています。地球の住民の多くは宇宙規模の計画に沿って地球を援助するために宇宙の別の館から自らの意志でここへ再び生まれてきています。彼らは宇宙の法則をはるかに深く理解する体験を重ねて、それを体現してきました。彼らの過去性の記憶は地球との周波数の違いによってブロックされていますが、それらを解放するために私たちは彼らとの接触を開始したばかりなのです。私たちはいかなる形でも強制やコントロールによって干渉しようなどとは思いません。それは私たちが遵守する宇宙の法則に反するからなのです。法則に逆らえばその反作用を受けることになります。この世界の歪んだ生き方に順応する方が、友達だと思っている仲間たちや名声、お金、権力、そして偽りの安定を失わずにいられるので、自己の本心を語るよりもたやすいのです。その違いはイエス、モーゼ、ブッダ、孔子とあなた方が呼ぶ人々や他の多くの賢者たちと、あなた方の国王、将軍、専制君主、そして独裁者などの事実上の戦略殺人者たちを比較してみてもわかります。あなた方が神と呼ぶ存在の聖なる法則を犯そうとも、地球の人々の考え方は変わっていません。あなた方は神が暴力、拷問、殺人などいかなる種類の悪行であれ、それを認めることがあるとでも思っているのですか？そんなことは決してありません。それは私たちの綿密な監視のもとに進行している大掛かりな選別プロセスの一環なのです。青年よ、私たちは思考なる知性的存在を形あるものとして捉えたことはありません。神は人間ではないのです。人間は限りあるものですが、神は無限であり、すべての人類、すべての形あるものに権限しています。人間は学習途上の神であり、地球やその他多くの惑星学校において、内なる神の表現を学び、自分の兄弟姉妹、
そして無限なる創造の父に奉仕するための知識と英知を求めるのです。魂には、それが誕生した瞬間からのあらゆる経験と全ての想念、そして重ねてきた過ちの数々が記録されています。人間の魂は、それよりも発達レベルの低い生命体、例えば犬、猫、牛、馬などと同様に、意識進化の過程の総計なのです。神羅万象すべては意識を持っており、その意識が魂にまで進化すると、より高次の生命体になります。人間はその最高峰、万物の霊長なのです。無限なる神霊は完全であり、所定の次元において有限の体に宿って魂を持ちます。死は意識の終わりではなく、異なったタイプの経験への継続なのです。肉体の背後にある感覚は残り続け、さらに啓発された意識へと覚醒していくのです。脳を利用しなくても、まだ思考が続けられることに気づきなさい。青年よ、私ははっきり言いましょう。いかなる形の死も存在しないのです。もし死があるならば、あなたは今ここにはいないでしょう。なぜならあなたは常にあなたであったし、これからもあなたであり続けるだろうし、今もあなたであるのです。宇宙がそうであるように、そして私たちの無限なる創造の父がそうであるように、循環し続ける宇宙のエネルギーである私たちは決して滅びることはなく、ただ変化を続けるだけなのです。いかがでしょうか？脳を利用しなくても、まだ思考が続けられるということは魂は永遠に存在するということなのでしょうか？宇宙のマスターはいかなる形の死も存在しないのです。とはっきりと語っています。もしそうだとしたら、死を恐れる必要がなくなりますね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。